はい、こんにちは。はい、空波です。まあ、今ですね、神戸の宮、にですね、お参りというか、ね、まあ、ご紹介動画をね、撮りに、行ってきました。ね、今日はマダスで、とことこと田舎のローカルのところを散歩できてね、とっても気持ちいいですね。もうちょっと陽気も春でこう、ね、梅も、咲いて、まあ、もうちょっとね、桜も咲くんでしょうね。本当にね、気持ちいいですね。まあね、マダスもですね、ようやく今のなんとか動くようになってます。はい、なんとか、しばらくね、本当に乗れない時期が、続いたんですけど、まあ症状としましてはですね、まあ、バッテリーの電気が、来ないっていうところですね。で、まあ、いろいろ、まあ、ハーネスをたぐっても問題ないし、まあ、バッテリーはもちろん、充電、電気あるし、でヒューズもね、チェックした時はつながって切れてはいないしっていう、状況でね、で訳が分かんなかったんですよね。で、まあ、いろいろ症状がですね、これまあ他の動画でも喋ってると思うんですけど、ちょこちょこ変わって動いていくもんで、一定しないんですよね、症状が。でも何がね、原因だかもさっぱりわからなくて、でね、本当にね、意味がわかんなかったですね。で、まあ、結局ね、まあ、一つ一つ、原因になりそうなことを潰していったんですけど、その、ヒューズをね、結局、まあ、変えたら、切れてないんっていうことなんですけどね、切れてないんですけど、ヒューズを変えたら、とりあえず電気はまあ来たと、いうことなんですよね。で、まあ、電気は来て、まあ、それでエンジンかかったと、これでもうよし、これでまた乗れるぞと、いうところまでね、せっかく治ったんですけど、じゃあ今度、まあ、前の休みの時にね、じゃあいざこのマダスに乗って、のんびり、ブラブラとぶらり旅、その辺は走ってこようかなというふうに思っていたらですね、なんとですね、エンジンはかかるんですよ。エンジンはかかるんですけど、はい。それで、まあ、じゃあ、いざ出発しようと、しましてマーダスにまたがって、で、当然ですよね、センタースタンド払って、センタースタンドちゃうわ、サイドスタンド払って、ギアを、一足に、入れて、クラッチを、つないで、まあ、アクセルを開けていくとですね、普通、まあ、アクセルを開けていくとエンジンで吹けるじゃないですか。吹けるよね。吹けなかったらおかしいでしょ。だけど逆にアクセルを開けていくとエンジンがうわ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 っていう感じになるんですよ。なんだろうこれと思って。でもね、アクセルは煽らないと当然出発できないですから、まあ、アクセルを煽りますよね。そうするとババ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 ってアクセルをうーって開けるとボン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 。で、まあ、最終的にしまいにはプスッと、エンジンエンストしてしまうわけですね。で、なんだろうなこれと思って、でエンジンをね、もう一回かけようと、サイドスタンドを、下げて、キックを、何回蹴ってもね、今度はね、もうエンジンかからないんですよ。で、どんなにセルを回してもね、まあ、当然今度は電気は来てますよ。セルはね、回るわけですから電気は来てます。電気は来てるんですけど、エンジンかからないと。まるでね、まあ、10分15分ね、いろいろやったんですけど、結局エンジンかからずで、で、まあ症状としてはですね、それでふと思い出したんですね、あ、これなんかに似てるなと思って、こう転んだ時とかにね、うわ、鹿が引かれて死んでましたね。うわ、かわいそうだけど、ちょっと鹿は俺埋葬はできないよな。かわいそうに生身だぶつ。なんだっけ、もう、あの、鹿の死体見たらちょっと、何話してたか忘れてしまいました。
それでエンジンをね、まあサイドスタンドを下げてエンジンをかけようとしてもかからない、まあ、何かに症状が似てると思ったらこう転んだ時とかね、キルスイッチでエンジンを、切った時にまた起こしてね、この間誰かやってたな、これ誰か493やってたかなずっとセルを回してもエンジンがかからないっていうね、ああいう症状にねちょっと似てたんですね。まあ僕もそう似てたんでこれキルスイッチかなと思ったけどキルスイッチは、押されてない。あとは当然ですけどエンジン切る機能としましてはサイドスタンドですよね。であれと思ってサイドスタンドを見たらけど、まあサイドスタンド降りてると、これおかしいなと思って、まあでも念のために前ねサイドスタンドを払ったら電気が来たっていうことがあったもんでサイドスタンドを払って、キックを踏んでみたらですね一発で始動するんですね。もうこれねもうわけわかんないんですよね。じゃあその例えばサイドスタンドのスイッチが何かおかしくなってるスイッチの不良だということでエンジンがかからないんだったら一発目もかからないじゃないですか、あのサイドスタンド降りてる状態ですから。ですので一発目はかかるんですよ。で、一回まあエンストしたり、した後ですね、そうなると今度はサイドスタンドを払って上げてる状態じゃないとエンジンかからない、これはねさっぱりわかんないですね。もう意味わかんない。でそれでですね、今もですねその初回例えばその日1日初めて乗るっていう時には、サイドスタンドかけた状態で、まあ、キックもしくはセルでエンジンはかかるんですね、でもちょっとこうなんていうんですか走ったりして、止まって、た場合ですね今度はサイドスタンド上げないとやっぱりエンジンかからないんですよ。意味がわかんない意味が分かんない、ね、なんかねもうこう直す気もねなくなってきたっていうか、あの何かこう意味が分かるっていうか原因が特定できるもしくは理解できるっていうような、不具合だったらあのねこうあ直してみようっていう、こう意欲も湧くんですけど、まあいかんせんね、全く症状が一定しないわけですよこのマナスの、トラブル、不具合に関しては、まあ、ですので、まあ、そもそも原因がいつまで経っても特定できないので、対処の仕様が、見つからないというところですね。もうまあただね、一つこう分かってきたのはこれがねこのマダスっていうバイクなんだろうなっていうのはねなんとなくこう分かってきましたね、やっぱりねそのなんて言うんだろう日本のバイクですね、あのホンダ、ヤマハ、スズキ、川崎なんていうような、バイクをこう基準にしてったらおかしいかもしれないけど、そういうバイクをなんていうのかな平均点っていうかそっからスタートさせちゃダメなバイクなんですね多分ね、当然だけどなんていうかなこう中間品質というか、まあ、そういうバイクだっていう認識はね当然持った上で、私も乗ってたつもりなんですけど、やっぱりね、もうわけわかんないわけわかんないね、まあ、だけどわけわかんないんですけどそのなんだろうな例えばですけど完璧すぎる、どうですかあの男性の皆さんどうですか、完璧すぎる女性ってどうですか、まあ、あのバイクと女性をねこう一緒に掛け合わせて 話をさせてもらうとあの女性にね、怒られてしまうかもしれないですけどこう完璧すぎる女性ってね、その波は魅力を感じないんですよね、まあ、例えば、容姿端麗、ね、大変美人な、方で
頭も良くてですね、それでまあ運動神経も非常にいいと、まあ、大体あのクラスにもいたよね、そういう子はね、一人はね、あの小学校の時も中学校の時もいたけど、やっぱりそういう女の子って、なんだろう、その波は憧れはしたかもしれないけど、その子のことを好きになるっていうことはなかったような気がするんですよね。まあ例えばですけど、空波今まで乗ったバイクで、そうですね、ホンダの、CB400 スーパーボルドールっていうバイクが、あったんですね、でそのバイクに関しては、空波はね、未だにね不思議に思うことがあるんですよ。何が不思議かっていうと、この不満がないんですよね。不満がなかったんです、まあそれは無理やり探そうと思えばそれは不満っていうのは見つかってくるかもしれませんよ、だけど基本的にね、まあ、全てがあの空波にとっては合格ライン以上だったんですよね、そのバイク、でじゃあなんで乗り換えたのかっていうところなんですよ。で今考えるとね、何もこう文句がないっていうか、こう欠点が、欠点らしい欠点が見当たらなかったっていうこと自体が、こう結果的にはね、乗り換えの原因になってしまったっていう可能性もあるんだよねっていうふうにちょっと思うようになったんですよ。どうでしょうね、まあ、唯一の、まあ、欠点というか弱点というと多分燃費だと思うんですけど、まあ、ただ当然ですけどね、燃費を犠牲にしても得るものっていうのはあるだろうし、それは例えば4気筒だったり音だったり、パワーだったりね、するものもあるし、逆にそういうものを犠牲にして、燃費を取る、バイクっていうのも当然あるんで、それは何ともどちらを取るかによってね、これは欠点と言えるのかなっていう気はするんですけど、まあ対してね、このマザス125っていう、バイクに関しては、まあ、ぶっちゃけ言うとね、欠点しかないかもしれないですね、欠点しかない、まあ、ですんでね、まあ、なかなかにこう面白いバイクだなというふうに、まあ、改めてね、今こう症状が安定して乗れるようになってますけどね、改めて思いますね、まあこのマダスでね、できれば今年は1回は、そうですね、300キロ400キロぐらいのツーリングをね、ぜひ1回行ってみたいなとは思ってるんですけどね、まあ、はてさてどうなることやら、まあどうだろうな、やっぱり基本的な工具類、できれば、まあ、乾電池とかで、動くような、なんだろうな、ハンダとかね、とか、まあ、義母子関係、それから予備の、ヒューズ、まあ、その辺も持っていかないとちょっと厳しいかなっていう気はしますけどね、まあ、そうなると結構大荷物になってくるんでね、またいろいろ収納関係も考え直さなきゃいけないかなとは思うんですけど、はい、まあそんなこんなでね、まあ、ようやっとマダスが、しばらく走れなかったんですけど、空波の、元に、動く状態でね、戻ってきておりますので、まあ、またね、いつ動かなくなるかはねあのはっきりとは分かんないですけどね、まあ、動く限りはね、またこのマダスで、元ブログやっていけたらなというふうにね思っております。はい、そうしましたら一旦この辺りで、動画を、切りたいというふうに思います。はい、水なき空に、波ぞ断ち切る空波でした。はい、どうもありがとうございました。